母が絵を描くとか絵を見るっていうのがちょっと好きで、でもうちっちゃい頃から美術館だったりそういうところにこう、なんて言うんでしょう、連れてってもらっていて、ある意味こう世間知らず的に美術の世界にいるっていうところはちょっとありますね。でも世間知らずだからこそ描けるものがある。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は油絵画家佐藤春菜。彼女が生み出す作品に宿るもの、それは目に見えるはずのない、それが確かに伝わる芸術。人間が好きで、やっぱり人が好きなんですね。で、その人をただ描くっていうのだと、まあ、それは写真と何が変わらないんだろうっていうのも自分の中でありまして、で触ってないのにまるで触ったような感覚になりつつ、その目で温度を感じられるようにっていうところを大切にして描いてます。自らを世間知らずと語る彼女。でもだからこそ描くことができた幸せの温度。ぼかすはあるんですけど、これを重ねるっていうのはまずないかもしれないですね。変な話、これだけで描いてると、絵を習ってる時は怒られてました。大学行って何も言われなくなってから、便利じゃんって言ってやっぱ使っちゃったんですよね。そうですね。絵の具を塗り重ね、叩くを繰り返す。それは彼女にとって体温を描く唯一の方法。何者にも邪魔されることのない世界で一番純粋な温度を追い求めたい。そんな佐藤春菜のブレイク前夜。大体の人が可愛いなとか和むっていう意識を持ってるものってすごい珍しいと思うんですよ。例えばいろんな国で赤ちゃんの絵を見せたとしても、まあ、人種とか、まあ、宗教とか文化が違う中で、それだけは同じっていうのはすごい力だなと思って、よりあったかく、でどう体温を伝えるかっていうものを探ってるっていう感じですね。次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は盆栽作家椎野健太郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。